はい、皆さんおはようございます。クリスルナです。今日はですね、ちょっとタイトルとサムネにも書いてると思うんですけど、私今からタトゥーを入れに行きます。え、タトゥー本当にって思ってるかもしれないんですけど、場所が吉祥寺で、そもそも私吉祥寺に行くのも超久しぶりだから、それ自体っていうか吉祥寺に行くこと自体がすごい楽しみで、まあタトゥーを入れた後にちょっと時間があるので、まあ散策したりとか、でもね天気が雨なんですけど、まあ雨降ってなかったらちょっと散策したりとか、なんかちょっと軽く食べたりとか、カフェで作業したりとかしたいなって思ってるので、よかったらぜひ最後まで見てもらいたいなって思います。では行ってきまーす。はい、ということで井の頭公園に来ました。吉祥寺の中でも有名なメンチカツとたい焼きを買ってきました。たい焼きから食べよう。じゃん、いただきます。ちょっと冷めてるけど美味しい。生地がめっちゃもちもち。今日さ、ちょっと雨降ってたからかわかんないけど、なんか湿度っていうか、なんていうの、雨の影響で木とか草の匂いがすごいする気がして、それがまたいい感じ。ちょっと食べかけなんだけど、あんこが結構しっかり入ってます。メンチカツが結構あったかそうなので、冷める前にちょっと食べます。吉祥寺のメンチカツ食べたことあるけど超久しぶり。うん、うまっ。もっとこんなにうまかったっけ。うん、衣はめっちゃサクサクで、お肉ジューシーだし、こんな感じ。玉ねぎの甘みもしてめっちゃ美味しい。今回さ、タトゥーメインで来たんだけど、吉祥寺今度 Vlog 撮りに行こうよかな。食べ歩き Vlog。 他にもね、気になるパン屋さんとかなんかいっぱいあって、今度またゆっくり来よう。ボリュームすごい。食べたらもうちょっと散歩してみよう。はい、ということで次の日になりました。はい、昨日タトゥーをね入れに行って、まあ気づいた方もいると思ってか、まあほぼ気づいてると思うんですけど、今回ジャグアタトゥーをやったんですよ。でジャグアタトゥーって1日から74時間だったけど、72時間、24時間から72時間だったはずのうちにインクが濃くなって完成するみたいな感じだったので、次の日に撮ってるんですけど、できたデザインっていうか、まあ写ってると思うんですけど、完成したデザインを見せたいと思います。それがこちらです。じゃじゃーん、可愛くない？リボンにしました。 T シャツとか着るとちょうどこうやって見えてめっちゃ可愛いんですよ。なんか私リボンに今ハマってて、アクセサリーとか服とかもそうなんだけど、リボンにハマってて
なんかタトゥーってやっぱり本当に入れるなら意味を込めたものがいいなって思ってて、で私結構飽き性ですぐ飽きるタイプだから、なんかこういう今ハマってるものとか流行りものとかを入れちゃうと飽きるかなって思って、でもジャグラタトゥーは2週間だけやるから、どうせなら今ハマってるものとか今好きなものにしようって思ってリボンにしました。リボンなんだけど、リボンの周りにこういうキラキラを散りばめて、私のトレードマーク月のマークも入れてっていう感じにしました。もう夏終わるんですけどね、最後の楽しみっていうか最後まで楽しめるようにということで入れてみました。でまあ今回の動画多分この段階で尺的に4分とかと思うんですよ。全然足りなくて、1本にするにはまあいいんだけどちょっと足りないなって感じなので、今日これから友達と代々木上原にご飯食べに行くんですけど、なんかおまけ Vlog みたいな感じで動画載せたいと思います。いやー嬉しい、ちょっと本当に。この T シャツはちなみに入浴場で買いました。私普段茶色とかオレンジとかベージュとかそういう暖色系の服あんま着ないんですけど、なんかこの T シャツは可愛くて、普段着ない色味だけど、サイズ感が私ね、横幅が結構コンパクトな T シャツが好きで、これはすごいなんか体にフィットするサイズ感だったから可愛いなって思って買っちゃいました。この真ん中のデザインが赤なのもすごい個人的に好き。1900円でした。たまーに行くとねいいのあるんだよね。でさ、私古着屋さんって好きなんだけど、結構こじんまりした古着屋さんが好きで、一通り全部の商品を見れるぐらい、パーって見たら全部見れるぐらいのサイズ感の古着屋さんが好きなんだけど、ニューヨーク城とかさ、フラミンゴとか、ああいう店舗って物量がすっごい多いから見切れないじゃん、一気に疲れちゃうっていうか、なんかいい商品を見逃してる感じがして、てかまあそれが古着の楽しみでしょって思う人もいると思うんですけど、私的には見切りたくて、だからニューヨーク城もね、よし今日はディグるぞみたいな日だと結構いいの見つけたりするんですけど、ちょっと行ってみようみたいな気持ちで行くと気合が足りなくて、あんまりいいの見つけられなかったりするんですけど、ちょっと T シャツに合わせて結構ぐるぐるに巻いてみてます。今ロングになってからこの 26mm のコテで巻くの初めてかも。私さ、髪の毛の長さが結構コロコロ変わるから、家にめちゃめちゃコテがあるの。 19mm、26mm、32mm、37mm、45mm みたいな5、6本あって、美容室ですかみたいな感じなんだけど、てか私こんなにのんびり髪の毛巻いてるけど全然時間ないんだよね。ちょっと待って、やっぱ何時に出るんだっけ私。え、ちょっと待って、私もう家出なきゃいけないんだけど、こんなにのんびりしてたいの、私家出る時間間違っちゃった、家出る時間ミスったんだけど、やばいやばい。でもさ、片方だけ髪の毛巻いて片方巻いてないみたいなのやばいからさ、両方一応巻くんだけど、やばいやばい、ちょっと待って、じゃあとりあえず家出るわ。